皆さんご機嫌いかがでしょうか今日から竹取物語を使ってくずし字を読んでいきましょう今日は第1回ですかぐや姫の老いたち1まずはこの部分ですはじめに「い」次は「ま、ん。 という漢字を崩したもので、まと読みます。これはばんという漢字を崩したもので、はと読みます。これはむ次はかそしてしこれはおいという漢字を崩したもので、 たと読みます。次はけ。これはとです。次は和のように見えますが、利益の利という漢字を崩したもので、利と読みます。和との違いは、上の字と筆がつながっているというところが和と違うところです。 これは能力の「能」という漢字を崩したもので「の」と読みます次は「沖縄」これは「都」です次はい次は「府」これは「も」 そして、のです。次の行です。これは、あるという漢字を崩したものです。次は、介護の介という漢字を崩したもので、けと読みます。これは先ほど出ましたように、上の字から筆が続いていますから、和ではなくて利益の利という漢字を崩したもので、 と読みますそれでは今読んできたところを振り返ってみましょう。今は昔竹取の翁というものありけり今ではもう昔の話であるが竹取の翁というものがいたとなります。 次の行です。ここからです。これは野原の「の」という漢字を崩したものです。次は「山」。これは「耳」という漢字を崩したもので、「に」と読みます。これは「ま」ですね。次は「し」。 これは里という漢字を崩したもので、里と読みます。次はて。これは竹という漢字です。次はお。これはとです。この字は利益の利という漢字を崩したもので、里と読みます。 これは生徒のとという漢字を崩したもので、つと読みますので注意してください。次は繰り返しの記号です。次の行です。これはよろずという漢字です。これは農業の農という漢字を崩したもので、のと読みます。 次はことという漢字を崩したものです。これは「よ」のようですが「に」という漢字を崩したもので「に」と読みますこれは山水の「つ」という漢字を崩したもので「つ」と読みますこれは「可能のか」という漢字を崩したもので「か」と読みます 非常に小さくてくるっとして可愛い字です。次はひ。これは木のように見えますが、覇権の権という漢字を崩したものでけと読みます。次は利益の利。そして利と読みます。 それでは今まで読んできたところを振り返ってみましょう。野山に混じりて竹を取りつつよろずのことに使い切りこのテキストでは濁点がありませんから適宜濁点で読んでいきましょう。野や山に入って毎日竹を切ってはそれをいろいろなことに使ったとなります。 次はこ,こ,からですこれは名前の「な」という漢字を崩したものです次は「を」これは「は」です次は「さ」これは「る」と書いてあります 次は「き」これは乃木坂の「の」という漢字を崩したもので「の」と読みます次は「み」そして「や」ですこれは三水の「つ」という漢字を崩したもので「つ」と読みます これは、こ。次は、登るという漢字を崩したもので、とと読みます。登山のとと覚えてください。次は、奈良県のなという漢字を崩したもので、なと読みます。次は、んこれはいです。 これは「ひ、これは「け」ですねそしてこれは「る」それでは今まで読んできたところを振り返ってみましょうなおばさるきのみやつことなん言いける その翁の名前は「猿木の宮津コと言った猿木の宮津コですが「榊の宮津コであるとか「讃キの宮津コになっているものもありますここでは「猿木」と書いてあります宮津コというのは国の宮津コの章があるようにですね朝廷に仕えた役人を指しますがここでは単なる人名です それでは次の部分を読んでいきましょうこれは「その」という漢字を崩したものです次は「多い」という漢字を崩したもので「た」と読みますそして「け」これは「の」ですねそして「なか」 という漢字ですこれは「よ」のようですが左から筆が入って棒がまっすぐです。「に」という漢字を崩したもので「に」と読みます。これは「も」です。これは「と」。「ひ」。これは「可能」の「か」。 という漢字を崩したもので、かと読みます。これは流れるという漢字を崩したもので、ると読みます。これはたです。これはけう、希望のき。これを崩したもので、けと読みます。けうのけ、希望のきではありません。 次は「な」これは「ん」次は「いち」そして「す」次は「ち」これは「あ」ですこれは「わ」ではありません上の字から筆がスーッと続いていますので 利益の利という漢字を崩したもので利と読みます。これは介護の会という漢字を崩したものでけと読みます。これも利益の利という漢字を崩したもので利と読みます。それでは今まで読んできたところを振り返ってみましょう。その竹の竹中に 元光る竹なん一筋ありけり「なんという助詞がありますから最後の「けり」は「ける」で終わりたいところでありますその竹の中に根元が光る竹が一本あったとなりますさてこの部分です読んでみましょうここからです これは「あ、や」「し」これは可能の「か」という漢字を崩したもので「か」と読みます小さいですから見逃さないでください次は「利益の「り」という漢字を崩したもので「り」と読みますこれは「て」 これは「よ」これは「り」次は「て」ですこれは「見る」という漢字ですこれは「る」これは左から筆が入って縦棒がまっすぐですので「に」という漢字を崩したもので「に」と読みます 次は三髄の「つ」という漢字を崩したもので「つ」と読みますこれは繰り返しの記号ですこれは乃木坂の「の」という漢字を崩したもので「の」と読みますこれは「中」という漢字ですこれは「日」次の行です これは可能の可という漢字を崩したもので可と読みます。これは里という漢字を崩したものでりと読みます。これはどうという漢字を崩したものでたと読みます。気をつけてください。これは利益の利という漢字を崩したもので りと読みますそれでは今まで読んできたところを振り返ってみましょう。怪しがりて寄りてみるに筒の中光りたり不思議に思って近づいてみると竹の筒の中が光っているとなります。 さて、ここは次の行ですね。読んでみましょう。ここからです。ロのように見えますが、これはソと書いてあります。これはレイという漢字を崩したもので、レと読みます。これはお。次はみ。 これは連合の連という漢字を崩したもので「れ」と読みます糸が絡みついたようなもつれているようなイメージで見てくださいこれは「は」次は「三。ん」これは漢字の「すん」です もちろんひ,ひらがなの「す」のもとの字ですがここでは漢字のままですこれは「もの」という漢字を崩したもので「は」と読みますこの小さくくるっとしたものは「可能」の「か」という漢字を崩したもので「か」と読みますこれは「利益」の「り」という漢字を崩したものですね「り」です 次は奈良県のなという漢字を崩したものでなと読みますこれはる次は人これはい次は登るという漢字を崩したものでとと読みますこれはうです 次は生徒の「と」という漢字を崩したもので「つ」と読みます。つれずれ草の「つ」とでも覚えてください。これは「く」次は「志」という漢字を崩したもので「し」と読みます。これは「う」です。この四角で書いた「う」の上の方に 先ほど「ろ」のような形をしているが「そ」であると読んだものがありますどこが違うかというとやはり筆の入り方それから左下に行く時の線があるとかないとかこういうところもですね区別のポイントです辛抱強く読んでいきましょう次は「手」これはウ「うい」 これは「た」次は「利益の利」という漢字を崩したもので「利」と読みますそれでは今まで読んできたところを振り返ってみましょうそれを見れば三寸ばかりなる人意図美しゅうていたり、えー、その筒の中を見ると 約9センチぐらいの人が大変可愛らしい様子で座っている三寸というのは約3センチメートルです次ですここからですこれはおいてという漢字を崩したものでおと読みます 次は「き」これは奈良県の「な」という漢字を崩したもので「な」と読みますこれはい次は「ふ」さて次の行ですこれは「いや」そして「う」です これは、われという漢字を崩したものです。比較的はっきり出てますよね。さて、これは、朝という漢字を崩したものです。これは、こ。う。そして、似たような形ですが、縦棒をつけて、とと呼んでください。 これは、夕方の夕という漢字です。さて、これは2つまとめて、ことと読みます。上の線は、ひらがなのこの1本の部分ですね。この夕方の夕の上に、やはりこととありますが、同じことでも書き方が違います。ことと読んでください。 次に,にこれはカタカナの「ミ」のように見えますが「三」という漢字を崩したもので「ミ」と読みますもちろんカタカナの「ミ」につながっていきますよこれは「流れる」という漢字を崩したもので「る」と読みます ひらがなのさの横棒がないような形をしているあるいは横顔のような形をしている「おい」という漢字を崩したもので「た」と読みますこれは「け」次は乃木坂の「の」という漢字を崩したもので「の」と読みますこれは「中」という漢字を崩したものです 次はるのように見えてしまいますがまず縦長で左から筆が入って縦棒がまっすぐであるというところから「に」という漢字を崩したもので「に」と読みます次の行ですここからですこれは「お」次は「もの」という漢字を崩したもので「は」と読みます 次は「す」これは「る」ですこれは「に」という漢字を崩したもので「に」と読みますこれは「手」ですくねくねしていますが「天」という漢字を崩したもので「手」と読みますこのひらがなの「手」は「天」という漢字が元の字です 次は「知る」という漢字を崩したものですこれはぬです。それでは今まで読んできたところを振り返ってみましょう「な言うよう我朝ごと夕ごとに見る竹の中にお忘るにて「知りぬ」なが言うには「 私が毎朝毎夕見る竹の中にいらっしゃるので私には分かったのである。となります次はこの部分ですここからですこれは「子どもの子」という漢字を崩したものですそして下は「に」という漢字を崩したもので「に」と読みます 次は成田の成これはたもうという漢字を崩したものですこれはふ左の方に寄ってますね次は鳴門巻のような形をしていますがこれはへんという漢字を崩したものでへと読みますこれは木です 次は人これは奈良県の「な」という漢字を崩したもので「な」と読みます次は「目。これは「里」という漢字を崩したもので「り」と読みますこれは「と」です 次はて,てんという字を崩したものですので、てと読みますよ。これはてです。これはに。これはうです。これはち。次は入る、入れるという漢字ですね。 これはて次は家という漢字を崩したものです。これはへ次はもこれは地球の地という漢字を崩したもので地と読みます。これも天という漢字を崩したもので手と読みます。 これはき次は次ぬ。それでは今まで読んできたところを振り返ってみましょう「古に成りたもうべき人なんめり」とて手に打ち入れて家へ持ちできぬ「なめり」と書いてありますが「なんめり」と読んでください 私の子供におなりになるべき人なのであろうと沖縄は言って手のひらへ乗せて家に連れてきたとなりますさて次ですここからですこれは免許の免という漢字を崩したもので 目と読みます。で次は女という字です。でこれは耳という漢字を崩したものでにと読みます。注意してください。これはあつ。 次は介護の介という漢字を崩したもので、けと読みます。これは手です。これはいや。これは志という漢字を崩したもので、しと読みます。次はな。そしてものという漢字を崩したもので、 歯と読みますこれは須藤さんの「す」という漢字を崩したもので「す」と読みますそれでは今まで読んできたところを振り返ってみましょう「目のオーナーに預けて養わす」「翁は自分の妻にその子供を預けて養育させる」 となります次はここですここからですこれはう次は生徒のとという漢字を崩したものでつと読みますこれはくそしてしこれはきですね これはるのように見えますが、ことという漢字を崩したものです。丸の部分が非常に大きいです。これはことの特徴です。これは限るという漢字を崩したものです。次は奈良県のなという漢字を崩したもので、なと読みます。次はし。 それでは今まで読んできたところを振り返ってみましょう美しきこと限りなしその子の可愛らしいことはこの上ないとなります次はこの部分ですここからですいきますよい次はと そして、「お」これは「さ」ですそして「な」「け」次は「き」のように見えますが横棒が3本ありますこれは連合の「連という漢字を崩したもので「れ」と読みます 次は「八という漢字を崩したもので「は」と読みますこれは「こ」ちょっと見えにくいですが「に」と書いてありますこれは「入れる」という漢字です次は「手」くねくねってしているのは 天という漢字の名残ですね。これは屋敷の「や」という漢字を崩したもので「いや」と読みます。これは「し」。これは奈良県の「な」という漢字を崩したもので「な」と読みます。これは 婦人の婦です。ぬではありません。よく見てくださいね。夫と読みます。それでは、今まで読んできたところを振り返ってみましょう。糸を押さなければ、子に入れて養う。大変小さいので、籠の中に入れて育てる。となります。 今日はここまでです。続きはまた次回。それでは皆さん、またお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。